ジョン・フェルドマンとは、アメリカ合衆国のポップ・パンクバンドゴールドフィンガーのフロントマンである。近年は、自身のバンド活動よりも、ザ・ユーズドやパニック・アット・ザ・ディスコ等の主に若年層をターゲットにしたアーティストのプロデュース業に力を入れている。1967年生まれ、ソーシャル・ディストーションのアルバムに感銘を受け、13歳の頃から音楽活動を行っている。 その後、1994年に、パンクバンドゴールドフィンガーを結成し、多くのヒットアルバムを世に送り出した。また、プロデューサーとして参加した、ザユーズドの2002年作、ザユーズとは、全米で50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクを獲得し、彼のプロデューサーとしての地位を、不動の物意とした一大出世作である。一方、 ワーナーブラザースレコードの A&R としても活躍しており、ザユーズド、デストロイ、リビルドアンティルゴッドショーズ、ストーリー・オブ・ザイヤー等は彼が契約をしたバンドである。近年では日本のロックバンドワン・オークロックの各曲のミキシングも手掛けている。ありがとうございます。